新宿カズです。よろしくお願いします。おばあちゃんがね、初めて海外旅行行った時の話なんですけど、まあやっぱりもう80ぐらいかな。あ、やっぱりね、英語も喋れない世代だし、まあね、何も海外わからない、うん。でね、どこ行きたいかってなったら、うん、ハワイがいい。おお、いい。でね、親戚一同で行くってなって、うん、結構ね、海外旅行行く家族なんですよね。うん、でみんな喋れるんですよ、英語とか。おお、すげえ。で、真冬に行くと。ああ、いいですね、うん、ちょうど。で、僕らは海外なんとなくわかるから、うん、もうハワイは冬でも暑いの知ってるんですよ。うん、でもおばあちゃん集合ってなったら、まあ僕らはすぐに脱げるような上着だけど、はいはいはい、おばあちゃんはがっつり冬着。ああ、うん、もうヒートテックなんか着ちゃってる。そうそうそう、ヒートテックは着ないけど。いや、わかんないけど。うん、で、まあ、飛行機乗るときはいいけど、うん、あっちに着いたら降りなきゃダメだよと。冬でも暑いんだよって言っても嘘だみたいな。うん、で、問題が起こったのが、あっちのパスポートチェックの時なんだけど、はいはいはい、あそこだけ唯一一人一人になるんですよね。あ、そうですね。そう、だからおばあちゃんが唯一そこで英語でちゃんとそのパスポートの人と喋んなきゃいけない、うん、で、おばあちゃんどうしたらいいかっていうの結構混乱してたから、うん、とにかくイエスって言えばいいと。いや、そうかな。ただ、うん、ただイエスって言えば絶対いけると、うん、俺らが先にやるからそれ見ててくれっつって、うん、俺らもイエス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 って全部すぐ1分ぐらいで終わって、はい、でここからちょっとミスったんだけど、おばあちゃん最後だった、うん、で、ずっと見てたんだけど3分ぐらいかかるのよ、おばあちゃんだけ。長いっすね、うん、そしたら別室に連れてかれちゃって、おばあちゃんがそう、海外空港で。そう、で、俺らはちょっと家族だから、あのどうなってるんだって係の人に言っても、いやいや、連れてかれたかなみたいな、うん、で、ずっと交渉してて、あの別室連れて行ってもらったら、はい、なんか取調べ室みたいな、かわいい、保安官みたいなね、待ちつけてる人とおばあちゃんの方で、そう、やってて、で、おばあちゃんだからこれこれこうだって釈放してもらったんだけど、なんで連れてかれたかっていうと、あのおばあちゃんにね、そのパスポートの人が、うん、お前なんだ初めてかみたいな、はい、うん、イエス、うん、あの旅行かみたいな、イエス、うん、まあ、ビジネスもどうなんだみたいな、うん、日常会話みたいな、うん、イエスって言った、どっちだと、うんうん、イエス、もう全部イエスしか言えないからね、で、お前なんかすごい厚着してるなって、えらい着込んでるな、うん、イエス、うん、なんか入ってんじゃねえのかイエス、それ聞く方が悪いよそれは。そうそう、うん、あっちのジョークがあるじゃん、アメリカンジョークみたいな、それがそうあったっていう。なるほど、陽気な人が逆にダメだったんですね。そうそう、そう、でもそういう話気をつけましょう。終わり方エロいな。